計算問題はチャンス問題、アローダイアグラムの計算。おはようございます、マサルです。前回までは経営戦略マネジメントについて勉強しましたが、今回からプロジェクトマネジメントについて一緒に勉強していきます。早速今回の問題に挑戦してください。 IT パスポート令和元年秋、問42。システム開発において使用するアローダイアグラムの説明として適切なものはどれか。あ、業務のデータの流れを表した図である。い、作業の関連をネットワークで表した図である。う、作業を縦軸にとって作業の所要期間を横棒で表した図である。え、ソフトウェアのデータ間の関係を表した図である。どれが正解でしょうか。それでは正解の発表です。正解はい、作業の関連をネットワークで表した図である。それではアローダイアグラムについて一緒に勉強していきましょう。アローダイアグラムは別名パート図とも呼ばれ、アローダイアグラムを利用することによって作業の前後関係を視覚的に把握することができます。具体的なアローダイアグラムの見方は次の問題で説明しますので、ここではアローダイアグラムとは作業や工程の関係を図形と数字で表現してプロジェクトの日程などを把握する手法であり、作業の前後関係を視覚的に把握することができると覚えておいてください。それでは問題を見直しましょう。 IT パスポート令和元年秋、問42。システム開発において使用するアローダイアグラムの説明として適切なものはどれか。正解は E、 作業の関連をネットワークで表した図である。こちらがアローダイアグラムの説明です。それでは別の問題にも挑戦してください。 IT パスポート令和4年、問43。図のアローダイアグラムにおいて作業 B が2日遅れて完了した。そこで予定通りの期間で全ての作業を完了させるために作業 D に要員を追加することにした。作業 D に当初20名が割り当てられているとき、作業 D に追加する要員は最小で何名必要か。ここで要員の作業効率は一律である。あ、2名、い、3名、う、4名、え、5名。どれが正解でしょうか。それでは正解の発表です。正解はえ、5名追加が正解です。それではアローダイアグラムの計算一緒にやっていきましょう。今回の問題のようにアローダイアグラムの計算問題よく出題されます。一度アローダイアグラムの計算方法が分かればどんな問題でも対応できるようになるので、しっかり練習して確実に得点できるようにしておきましょう。それでは一緒に計算していきましょう。まずはアローダイアグラムのクリティカルパスを探すところからスタートします。クリティカルパスというのは最も日数がかかる経路のことを言います。今回の場合一番日数がかかる経路は作業 B が終わって作業 D が終わる、この経路です。それぞれの所要日数は10日になっているので全工程は20日で終わる予定です。しかし作業 B が2日遅れが発生して所要日数が12日になりました。その結果クリティカルパスが22日になったということになります。当初の予定通り20日で全体の作業を終わらせるためにはこの B 以降の作業で巻き返す必要があります。そこで今回の場合作業 D に増員をして2日間所要日数を短縮する方法を考えていきます。当初作業 D は20人割り当てられていたとあります。20人で10日かかるということは作業 D は何人日かかるのかを求めます。なお人日というのはメンバー1人が1日かけて取り組む作業量のことを言います。20人×10日、つまり200人日、作業 D は200人日かかることが分かりました。ではこの200人日を8日で終わらせるためには何人の人が必要なのか計算しましょう。 200÷8 で25人です。つまり元々の20人から25人に増やすと所要日数を10日から8日に短縮することができます。よって答えは5名追加するが正解です。それでは問題を見直しましょう。 IT パスポート令和4年、問43。図のアローダイアグラムにおいて作業 B が2日遅れて完了した。そこで予定通りの期間で全ての作業を完了させるために作業 D に要員を追加することにした。
作業 D に当初20名が割り当てられているとき、作業 D に追加する要員は最小で何名必要か。ここで要員の作業効率は一律である。正解は A、 5名追加です。各作業が何人日で行われているのかが分かれば解くことができる問題なので、分からない方は何度か動画を見返して計算方法を練習してみてください。それでは今回はもう一問、アローダイアグラムの計算は慣れが必要なのでもう一問挑戦してみましょう。 IT パスポート令和5年問41、次のアローダイアグラムに基づき作業を行った結果、作業 D が2日遅延し、作業 F が3日前倒しで完了した。作業全体の所要日数は予定と比べてどれくらい変化したか。あ、3日遅延。い、1日前倒し。う、2日前倒し。え、3日前倒し。どれが正解でしょうか。それでは正解の発表です。正解はう、2日前倒しが正解です。ではこちらの問題も一緒に計算していきましょう。まずはクリティカルパスを探します。クリティカルパスは A、C、F の11日間です。しかし問題文によると作業 D に2日遅れが出て、作業 F が3日前倒しで完了したとあります。それぞれの内容をアローダイアグラムに反映させます。すると作業 D が1日から3日、作業 F が5日から2日に変更します。その結果クリティカルパスがどのように変わったのかを考えます。クリティカルパスは B、E、G の9日間に変更されます。当初予定していた11日間から9日間に短縮されたことになるので2日間前倒しされていることになります。よって答えは2日前倒しです。それでは問題を見直しましょう。 IT パスポート令和5年問41、次のアローダイアグラムに基づき作業を行った結果、作業 D が2日遅延し、作業 F が3日前倒しで完了した。作業全体の所要日数は予定と比べてどれくらい変化したか。答えはう、2日前倒しです。各作業の所要日数が変化することでクリティカルパスに変化が起きる場合があります。クリティカルパスを意識して計算してみてください。それではここでブレイクタイム。試験とは関係ありませんが、今回のテーマに関わるエピソードを紹介したいと思います。 IT パスポートの試験において自分でアローダイアグラムを書くような問題は出題されませんが、自分でアローダイアグラムを書いてみるとプロジェクトマネジメントの練習になると思います。今回は IT パスポートレベルの簡単なアローダイアグラムを一緒に書いてみたいと思います。アローダイアグラムはこの3つのステップを意識すると書きやすいです。1つ目は必要な作業の洗い出しと調査、2つ目はアローダイアグラムの作図、3つ目はクリティカルパスの確認です。例えば晩ご飯に手作りカレーを食べるというプロジェクトがあるとします。その際の必要な作業を洗い出します。材料を切る所要時間10分、材料を煮る所要時間15分、米を炊く所要時間40分、米を皿に盛り付ける所要時間2分、米にカレーをかける所要時間2分。必要な作業の洗い出しと調査ができたら、次はアローダイアグラムの作図です。今回の場合こんな感じになりますね。その後クリティカルパスを確認します。その結果カレーができるためには42分かかることが分かりました。このように日常生活に当てはめて考えてみると分かりやすいですよね。以上、今回はアローダイアグラムについて一緒に勉強しました。それでは最後に復習です。 IT パスポート令和元年秋問42、システム開発において使用するアローダイアグラムの説明として適切なものはどれか。正解は E、 作業の関連をネットワークで表した図である。次の問題、 IT パスポート令和4年問43、図のアローダイアグラムにおいて作業 B が2日遅れて完了した。そこで予定通りの期間で全ての作業を完了させるために作業 D に要員を追加することにした。作業 D に当初20名が割り当てられているとき、作業 D に追加する要員は最小で何名必要か。ここで要員の作業効率は一律である。答えは A、 5名追加が正解です。この問題は各作業が何人日で行われるのかを考えることが大切でした。次の問題、 IT パスポート令和5年問41、次のアローダイアグラムに基づき作業を行った結果、
作業 D が2日遅延し、作業 F が3日前倒しで完了した。作業全体の所要日数は予定と比べてどれくらい変化したか。答えは2日前倒しです。こちらはクリティカルパスが変更した問題でしたね。それでは今回も最後までご視聴いただきありがとうございました。もしよろしければ IT を勉強するお友達に動画をシェアしてもらえると嬉しいです。そして最後にお知らせです。2024年1月からマサルの勉強部屋が運営するオンライン実習室がスタートしています。 IT を一緒に勉強する仲間が欲しい方、チャンネルメンバーシップに登録して Discord で行われるオンライン実習室に参加してみてください。詳細は概要欄をご覧ください。皆さんと一緒に勉強できるのを楽しみにしています。